A.B. シンプソン・アルバート・ベンジャミン・シンプソンは、カナダ生まれの説教者、神学者、クリスチャン・ミッショナリー・アライアンス。アルバート・シンプソンは、カナダのプリンス・エドワードとカベンジシュに生まれた。4人目の子供で3人目の息子だった。彼の家は、カベンジシュの創立者一族に遡り、赤毛の案の著者、L.M. モンゴメディと共通の祖先を持っていた。アルバートは、 スコットランド長老協会の厳格なカルバン主義とピューリタンの伝統の中で若い日を過ごし成長した。彼の信仰的な改心はアイルランドのエヴァンジェリストのミニストリーからの1859年のリバイバルの時であった。シンプソンはチャタムケントに滞在し、トロントはトロント大学のノックスカレッジで進学的な教育を受け、1865年に卒業した。 卒業後、カナダ長老協会で牧師暗示を受けた。21歳の時、オンタリオ州ハミルトンにあったノックス長老協会の牧師として招聘された。1873年の12月、30歳のシンプソンはカナダからアメリカ合衆国に渡り、ルイビルの大きなチェストナット街長老協会の後壇に立った。彼はここで成功したが、 伝道活動に否定的な教会員の態度に失望を感じていた。1880年、シンプソンはニューヨークの13番街長老教会の牧師として昇平された。しかし、1年も経たないうちに病気で倒れ、療養に入った。その頃、ウィリアム・ブース、D.L. ムーディー、ブルームハルトのミニストリーに精霊の働きを感じる。さらに、 チャールズ・キュリス博士から神家のメッセージを聞いた。しかし、聖書に根拠を乱すまでは納得することができず、聖書の距離的な根拠を追求することになる。そして、神家について、距離的に確信が得られた。神家の確信を得たシンプソンが、松林の中で祈っていると、キリストの力と臨在を感じるという精霊体験を受けた。これを通し、神家の信仰が与えられ、神家を祈ると、 シンプソンの病は癒された。回復したシンプソンは、神聖、神家、聖火、祭林からなる世への福音を提唱し、ミニストリーは拡大していった。そこで、長老教会を辞任し開拓伝道を始めた。シンプソンはその教会を、ゴスペルタバナクルと命名した。1882年聖書教育学校を、設立する。その後、ナイアックに移転し、聖書学校に発展する。 また、世界宣教とキリストの再臨結びつけ、世界宣教の務めを果たすことが、主の再臨に必要不可欠であると主張した。そして、ゴスペルタバナクルは、世界宣教のセンターになった。また、多くの著作を表し、世界宣教の重要性をアピールし、さらにキャンプ伝道を用いて、信仰の成長と、世界宣教を両方を目指す働きを展開した。 1887年シンプソンはクリスチャンミッショナリー・アライアンスという超強派の選挙団体を設立した。これは世界選挙の使命を果たすための共同運動を目指すものであった。アライアンスは北米大陸で急速に支持者を得ていった。現在、アメリカ合衆国とカナダに多くの支部を持つオースティン、アルビン、チャイナ、エス・ミリオンズ。 ザ・チャイナン・ランド・ミッション・アンド・レートチング・ソサエティー・グランド・ラピズ・ミシガン・アード・モンズ・ ISBN 9780802829757-O お迎えするために日本アライアンス・ミッション中村里市106から108ページありがとうございます。